やってまいりました。ピンと勝手にゴルフ部のコーナーです。私菊野がゴルフ場デビューを目指して、こちら長崎市下西山町にありますインドアゴルフ場でレッスンを受けながら頑張るというコーナーです。皆様いつも温かく見守っていただきありがとうございます。今日もやってきました。はい、勝手にゴルフ部やってまいりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは6月28日、36歳のお誕生日、中村プロおめでとうございます。ありがとうございます。36歳になりました。なんで知ってるんですか？だってプロフィールにバッチリ書いてありますし。そっか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 。ということで今回は何を私はレッスンでしょうか？そうなんですよ、今回はですね、ユーティリティ。ユーティリティ、ユーティリティ、こちらのクラブになります。何ですかユーティリティ？こちらの、ね、ユーティリティは、はい、あのフェアウェイウッドと、うん、アイアンのちょうど、ね、中間のクラブになるんですけど、ちょっとまだピンときてない。なんかいいとこ取りみたいな。いいとこ取り。そう、フェアウェイウッドのいいところも取ってる、あるし、アイアンのなんかいいところも取ってる、すごいなんか万能なクラブ、お助けクラブみたいな。助けてくれることでしょう、キクさんを。うまく打てればですよね。それもちろんですよ。で、まあそうです、女性の、はい、まあ、平均、まあ、飛距離ですよね、ユーティリティの、はい、だいたいそうで120ヤードぐらいは。120ヤード。ちょっと目標としてですね。はい。今日ちょっと頑張っていきましょう。120ヤード。はい。出しました。よっ。よっ。はい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 。なあ、どうでしょう。どうでしょう。あ、行きましたね。行きましたね。今ので123ヤード。まだ少しね、ボールの高さはちょっとこう足りてないんですけど。ただね、あのちょっとこう今のミスヒットなんですよ。ミスヒットなのをちょっとね、このユーティリティはね、ちょっとカバーしてくれる。今どのあたりがミスだったんですか？あ、今ですね、ちょっとカメラちょっとこう見てほしいんですけど、はい、ボールのクラブヘッドがボールのちょっと上あたりですね。あのちょっとほら、ティーが動いてないの分かるでしょう、キクさん、ほら。そうです、そうです。これ本当に揺れた方がいいんですか？ちょっとクラブ化して。はい。で、こちらがですよ、今こうボールがあったら、下ろしてきたときにちょっとこの辺り打ってますね。あ、なるほど。はい、ボールのちょっとこう上っ面っていうんですけど、はい、こうするとね、ボールって上がらないんですね。うん、これはユーティリティに限らず、どのクラブでもこちらのこうロフトっていうものがボールをきれいに運んでくれるので、ちょっと こちらのボールのちょっと下の方に、ね、クラブヘッドが入っていけば、もう少しこう気持ちいいあたりに上に上がるってことですね。上に上がります。はい。続いてはティーを使わずに打ちます。完璧ですよ。完璧。素晴らしい。当たった。お、素晴らしいでしょ。はあ、気持ちよかったです。できちゃいました。できちゃいました、はい、気持ちよかったです、当たった感じが。さあ、続きましては、はい、これはパターですね。パターですよね。パターになります。これなんかキクちゃん見たことないです、テレビとかで。なんかパターは最後の時、もうあの、そう、カップに、カップにね、入れる時最後、はい、これで入れちゃうみたいな、なんかこういうシーンを組みますけど、見てますよね、こうライン読んだりしてますよね、はい、プロはね、これね、本当に大事ってことですね。本当に大事です、これ、はい、パターになります。まず手からですね、ちょっと腕動かしてもらって、腕のこっちの面、こっちの面ですね、はい、腕のこちらの面を、まあ、正面に見せている状態ですね。で、肘、両肘を横からにつけちゃいましょう。そうです、見せたまんまですね、はい、で、このままパチン、パチン、わかりました、まあ、ついてますよね、はい、両肘ついてます。このまま前傾していきます、うん、ですね、このポジションにパターが来るように、グリップが来るように、全然違うでしょ。これちょっとアイテムがあります。これね、自分がどこ向いてんのかが。おお。いや、大丈夫大丈夫。ずれてた。レザービーム。つきました。何ですか、このアイテムは。これね、パターのやっぱりこう目標ですね。自分がきちんと抜けてるのか抜けてないのかっていうチェックするパターのアイテムになるんで、これものすごく分かりやすいでしょ。分かりやすい。まっすぐ。カメラさん撮れてるかな。大丈夫かな。撮れてます。大丈夫だ。オッケー、オッケー。うわー。で、しっかりこれが、はい、このまっすぐ向いて、例えば右に向いてたり、やっぱ左向いてたりするんですよ。なるべくこれがやっぱり目標方向にしっかりフェースの面が合ってる状態。へー、わかりやすい。まっすぐ。ちょっと打ってみてください。この線の上をボールが行くように打てばいいんですね。そうです、そうです、そうです。
打ち方は普通に、普通にですね、いいです、しますよ、せーの、お、あー強っ、強いですよね、強いですね、そう、ちょっとしか打ってないですよ、そう、で今のはキクさん構えて、はい、打ち方はそうだった、手で上げて、はい、手で下ろしちゃう、こういうふうに手首を使っている、まあ、いわゆる肘から下ですよね、はい、を使っちゃうと、ちょっと分かるかな、動きがすごく、まあね、まっすぐじゃないというか、いろんな動きしちゃいますよね、あっちこっち行ってますね、ですよね、これを動かすパターンはですよ、はい、背中とか肩を揺らしてあげるイメージ、でもここは両脇は締まってる状態で、大きなところ、背中とか肩を揺らしてあげてください、そうそうそう、そうです、そうです、そういうイメージ、そういうイメージ、こう、そうです、そうです、そうです、で肩ちょちょ完璧、こういう感じですよね、そうそう、で、一応もう今日パターンまでやっちゃったんで、結構、はい、どうでしょう、もうコースいけますか、見えてきましたよね、私にあと必要なものは何でしょうか、あと必要なものは量ですね、量、もう練習量、練習量か、練習量ちょっと増やして自信つけていきましょう、はい、では今後ともよろしくお願いします、はい、こんな簡単に中村プロから完璧っていう言葉を2回引き出すっていう筋の良さよ、褒め上手なんですよ、プロが褒めて育てる、確かに雰囲気いいですよね、ちゃんとしっかりと最初の一打で問題点っていうか改善点をしっかりと把握して分かりやすく伝えてるね、ユーティリティなんかも、中村プロは教え方が上手で分かりやすく、その通りすれば打てるようになるんですよ、見てくださいよこのスイング、でもトップの位置、今日はね、はい、スコアメイクに重要なっていうご紹介をしましたけれども、いろんなクラブを今まで練習してきましたが、はい、やっぱりその立ち位置ですとか、うん、何ですか、目線とか、はい、それぞれいろいろ違うんだなっていうのを、距離感とかですね、シャフトの長さによってね、そう違いますし、でもスコアメイクで一番最終的に大事なのは最後やったパター、パターやっぱりパターです、パターも難しかったです ね強弱が、うんうん、そうなんですよね、でもこのレーザーはなかなかいい練習器具ですよ、はい、そうなんですよ、まっすぐね打つためには、そうです ね練習をやって本コースで、そうです、夏ですから早朝のゴルフとか気持ちいいですね、いいですね、はい、あとは練習あるのみで、またコースに出るといろいろ違うことが起きると、うん、予想外のこともあると言いますからね、さあ皆さんも一緒にこの梅雨の時期、雨も気にせず練習できるのがインドアゴルフ場です ね、よろしかったら一緒に始めませんか、はい、インドアゴルフ練習場ですが、勝手にゴルフ部お得な会員プランもありますよ、平日の朝6時から夕方5時まで月4回練習できるプランが月額5,500円、平日の夜6時から翌朝5時まで月4回練習できるプランが月7700円です。無料体験してみたいという方は今出ております LINE からお友達登録をしてお申し込みしてください。はい、次回もお楽しみに、ピンと勝手にゴルフ部でした。